ピットストリートモールピットストリートモールはオーストラリア、シドニーの中心業務地区にある歩行者天国の区間である。マーケットストリートとキングストリートの間の一ブロックの長さがあり、オーストラリアで最も繁栄し、国際色の強い地区の一つである。他の都市の商業地区に比べて短いため、入居賃貸量はオーストラリアで最も高い。2012年には 賃貸量が世界で5番目にまで上がった。小さいにもかかわらず、ピットストリートモールには多くの主要なチェーンストアや500を超える専門店が揃っている。ショッピング街を大幅にアップグレードするため、モールは1000万ドルの費用をかけて改装を実施した。新しい舗装や警告ライトシステムのほか椅子も作られた。モールをまたぐ歩行者橋ピットストリートモール内にある。 ウェストフィールドシドニーのファサードモールに面するショッピングセンターやアーケードにはウェストフィールドシドニーやストランドアーケードミッドシティセンターグラスハウスシドニーアーケードも含まれる2005年ウェストフィールドはシドニーセントラルプラザインペリアルアーケードとスカイガーデンのマネジメント券を買収しモールの小売スペースの大半を獲得したウェストフィールドは 4つの不動産をウェストフィールドシドニーに合併させている。130以上のファッション、食品、生活用品の店が入るウェストフィールドシドニーのステージ1は2010年10月28日にオープンした。また、旧シドニーセントラルプラザを含み330以上のファッション、食品、生活用品の店が9階建ての建物に入るステージ2は 2011年にオープンした。ピットストリートモールに面する主要な店舗、ミッドシティセンターは、最近の改装で改良された。ピットストリートモールに面する、ミッドシティセンター内の主要な店舗、WEN テンプレートアタッチド KML、ピットストリートモールウィキデータにある、KML。ありがとうございます。